ここにいるペンギンたち全話を紹介していきましょうね。ここにいるのがルビー、サニー、上がってきたのがアカリ、後ろがサム、そしてキク、グッド、琥珀、ハク、セサミ、ブラウン、コンペ、今度は水の中ね。こちらがフク、ホワイト、マーチ、ヒカル、チッチ、ユメ、トップ、チョキ、マリ、あとね、皆さんから見えないところ、こちらの巣箱の中にグー、こちらの巣箱の中には、ウタ、全部でね、22羽のペンギンたちがここで生活しているんですね。今いっぺんに紹介しましたが、ここには兄弟や親子のペンギンたちがいます。ペンギンでもね、親子や兄弟だと顔や模様が似てくるんですね。でももっと近くで見るとちゃんと一羽一羽特徴があります。ちょっとそこからだと分かりづらいと思いますので、後でじっくりお見せしましょう。そしてペンギンたちを世話していく中で日頃から注意していること3つほどあります。食事、運動、最後の一つはここでペンギンたちが退屈していないかな、そんなことを考えながら世話しているんですね。さあ、まずはね、ペンギンたちと一緒に体を動かしていきましょう。一緒に歩いて運動です。はい、じゃあみんな一回こっちに集合してください。はい、こちらを、ペンギンたちがよちよちと集まってきましたよね。野生のペンギンたちもこの風によちよち歩きます。野生のペンギンたちはね、長い距離を歩いたり断崖絶壁を登っていったりね、とってもよく歩く鳥の仲間です。この手を時々、はい、こんなに動いてます。はい、1、2、1、2、さあこっちまで来れるかな。はい、岩で止まってる。1、2、1、2、1、2、ペンギンたちはね、足が短く見えますけれども、私たちでいう膝から上、これね、体の中に入っちゃってるんですね。なのでね、見えてる部分が短いだけで本当は長い足を持っているんですね。はい、ほらマーチ、それちょっとコース違うよ。もう一回こっちまで来ようかなと思ってたんだけどな。はい、ちょっと間違えちゃったみたいですね。はい、もう一回こっち集合。あかりも間違えちゃった。はい、じゃあもう一回向こうに集まったら、みんなで今マーチがやったやつね、やってみましょうね。はい、じゃあもう一回向こう行こう。はい、あかりも降りてきて。はい、行くよ。はい、マーチも来れるかな。ちょっとやる気がありそうですね。ちゃんと戻ってきましたよ。じゃあ今度ね、コース変えるよ。そこから上がってってください。はい、フク、今度は間違えてるよ。はい、頑張ってね。さあ、ペンギンたちはね、凸凹道でも滑らず歩いていきますね。足に、ね、丈夫な爪があるんですね。さあ、最後かっこよくダイビング決めてください。マーチもう一回先頭ですね。そう、次は誰が行く。オレンジの琥珀、ピンクの夢、どっちかな。夢、はい、行きましたね。さあ、そして琥珀、緑が明かり、赤黒、サムですね。さあ、チョキと一緒に行こうかな。せーの、はい、止まるよ。1、2、6、6、6、はい、水が止まってるよ。はい、ちょっと押された感じですね。はい、最後ちょっとだよ。いいですか、せーの、よいしょ。はい、上手にできました。さあ、しっかり最後ダイビングができたペンギンたちにはね、大好物のシシャモが待ってるからね。さあ、でもね、ちょっとよく見てみると参加してなかったペンギンだいぶ混ざってるよ。はい、はい、青と白のホワイト、それからグレーのマリー、紫のグッド、服もやってなかったよね。はい、いいですか、参加だけぐらいの服もなしだからね、いいですかね。はい、服ダメよ。はい、いいですか。さあ、しっかりね、運動ができてたペンギンたちはいいんですけれどもね、魚だけもらいに来たペンギンたち、そして参加してなかったペンギンもいました。このペンギンたちも体は動かしてもらわないと困るんですね。今度はね、ペンギンたちが大好きなおもちゃがあります。これを使って一緒に遊びます。さあ、ペンギンたちの大好きなおもちゃ、こちらになります。紐、これただの紐じゃないんですよ。これね、ホースを細く切ったものなんですね。食感がゴムみたいになっているのでね、これプランプランって前でこうやって揺らすとね、みんなこうやってくわえたがるんですね。さっき運動に途中だけ参加したね、紫色のグッド、そして
ダイビングしなかった青と白、青と赤の服ですね。もう一枚いますよ。ここに来たのは、はい、グッドのお父さん、青と紫のトップ。トップはこれどこ持っていっちゃうのかな。はい、さあ、トップが持ってったのは上の巣箱ですね。あそこ自分のお家なんですね。あそこにね、素材として持ってってしまうんですね。さあ、他のペンギンが遊べなくなっちゃうと困ります。もう一個あるよ。はい、どうかな。さあ、こっちからは緑と黄色のチッチも参加しましたよ。チッチはね、もうすぐ20歳のベテランペンギンです。先ほどの運動はどうしても運動してほしいのでね、私たちの方で魚を使って教えましたから、最後にね、魚がもらえておりました。でもね、こちらの遊びは全く魚が出てこないんですけれどもね、こんな風にみんな遊びたがって集まってくるんですね。はい、あまり飲み込まないでくださいね。今度は誰が遊ぶ？さあ、グッドはね、他の種目は何やってるかわかんないんですけど、これだけは遊びなので徹底的にこうやって参加するんですけどもね、みんな自分のものにしたくて飲み込んでおりますよ。さあ、そしてまたグッドのお父さんが降りてきました。グッド、お父さんと子供の綱引きになりましたけどね、やっぱりトップの方が強かったようですね。はい、やっぱり持っていかれてしまいましたよ。はい、さあ、2つ持ってかれてしまうと遊べなくなるので返してくださいね。はい、欲しかったらまたちょうだいね。はい、さあ、今度こっちのペンギンどうかな。さあ、こちらはベテラン勢がたくさんいます。27歳の赤いタグルビー、23歳のハク、そして22歳のサニー、あ、そして先ほどね、ダイビングに参加してましたマーチもやってきましたね。さあ、でもね、これね、ずっとやってるとみんな全然終わらないのでね、そろそろこの辺で一回終わりにしたいんだけどいいかな。いいですか。あ、またトップが取りに来た。さあ、一回やめよう。はい、また持ってくれちゃいますからね。はい、おしまいです。トップまた後でね、やろうね。さあ、こんな風にね、ペンギンたちの動きを見ていただきましたけれども、はい、それでは早速やってみましょうね。ペンギンたちこの時間結構やる気がありそうなので、一瞬で開けちゃうと思いますよ。よく見ててくださいね。まずこっちからいきますよ。せーの、それ。はい、最初は左側の方から入ってきました。こちら上の画面にも映ってますよ。あ、すごいことになってますね。どの子が引っ張ってるのかちょっとわからないぐらい引っ張ってますが、まだ空いていないみたいです。まだ紐を引っ張ってる子はいないみたいですよ。さあ、どうでしょう。ピンク色の夢がこれ引っ張るの得意なんですが、どうかな。あ、夢が引っ張りました。夢が引っ張って空いたかな。開きました。まだ開かない。まだ開いてない。ちょっと苦戦してますね。夢が引っ張ったんですが、もう一回ぐらい引っ張らないと開かないみたいですね。さあ、他のペンギンたちは夢に任せっきりで全然引っ張ろうとしないんですが、どうかな。夢が一生懸命引っ張ってます。あ、引っ張って開きました。開きましたね。はい、やっと開きましたよ。はい、こちらも行きますよ。難しくなってるんですが、さあ、どうでしょう。はい、さあ、ペンギンたちに魚噛まないで丸飲みにしちゃうのでね、一瞬でなくなっちゃいますからね。さあ、こちらもどうでしょう。紐がちょっとしか出てないですね。難しいですよ。あ、ピンクの夢、ウィーッと引っ張りました。夢が引っ張って、あ、最後で他のペンギンたちが一生懸命魚食べてます。